し、じゃあ行きましょう。ちょうどギリやってて、まああと30分やってるけど。あ、そう。そうで、これ8時まで。うん、じゃあでも、ね、洗車場は使えないようになってる。あ、本当だ。まあ時間かかるもんね、拭いたりするのに。まあね、しょうがないね、これは。うん、じゃあ帰ってみましょう。これ右折禁止とかね、歩行者注意ぐらいしかない。垂直になるように、今ちょうど行けるかも。ああ、いたか。まあ左からも来ちゃってるけど。うん、危ない、危ない、あった。ちょっとチャリ来てるよ。うん、左右でライトの色違うの。そんなに？うん、多分同じ色のやつ買ってないからでしょ、これ。あ、そんなに違う。片方はちょっと黄色がかってて、片方ちょっと白い。うん、だから面白いな。およそ1キロ先に入荷しています。大丈夫だ、うん、慌てる旅でもあるねーし、みたいな。あ、入れてくれたんだ、優しい。なんかさ、店行きたい。行かないけど。逆に仲見世商店街のあの居酒屋はなんか行く気しないんだけど。なんか寒そう。一元さん入りづらそう。あ、それはあるかな。道が見えねえけど、こっちでいいのかな。こっち側渋滞してるのね。あ、そのそうでもねえか。まあいいか。常連が陣取りすぎてて入りづらそうな店って好きじゃない？うん。やったら常連が我が物顔してるような店。うん。って嫌じゃない？嫌だ。いけるかな。うん、いけないかな、さすがに。うん、短いんだよ、ここ開けた。もう見ようか、問題なかった。ただここの次はね、だいたい引っかかる。およそ700m 引っかかるかな。
うん、カブラスカ。うん。どうしてる今これ。なんかもう起きてる。起きてるの。うん。めっちゃ嫌な顔でした。今日ギャンブルがひどすぎて。割引回数券ってあったけど、50個か40個って全然嬉しくねえもん。10個とかならまださ、おおってなるけど、50個か40個って、みたいな感じで。何それ？モンスでね、新しいね、回数券ができたんで。オーブ割引回数券って。あれだよね、立ったまま寝てる人みたいな、うん、かわいいね、うん、まあ、いびきかいてね、そう、今日もこーっつって腹減ったな、うん、虫くそ腹減ったそんなにと思うよ、1名様なんだって。アマゾンのギフトカードを毎回やってるんだよ。1万円分くれんなら欲しいじゃん。本当にめちゃくちゃ余ってるよ今。応募しまくる。だってみんなもスイッチとかって。いやそういうのなんだけど、あなたね。やっぱアマギフだよ、アマギフ。ゲームのさ、クレジットとかに変換できるんだけど、あれ夢の線でしかも太鼓の達人しかないんだよな。太鼓の達人って。あれでイニシャル D とかで対応してくれたんだ。っていうか何でも1クレ券だったらいいし。駐車場のやつ。
全然行ってねえもんな。見てみるか。ちょっと見てみるか。あとで。うん。まあ、ついたかでも。